立花屋文造から1944年12月20日は落語家。本名、町井貞吉。改名の回数が多いことで有名。前身は、深川の草履屋。はじめ竜亭。左竜の門で左朝から左、左福。1895年頃に四代目立花屋院蔵の門で、立花屋中蔵から明治30年代初めに、 立花屋千蔵となり、1899年11月に、初代、立花屋荘園蔵となった。1901年に、柳葉に倉返し二代目、郎州老め枝の門で龍亭ツバメ、竜帝め服1902年3月、竜帝め橋。さらに1907年3月に、師匠の全米四代目、龍帝古炎氏をもらった。しかし、 しくじりがあり春風亭古竜子と共に名跡を取り上げられ、やむなく1911年1月から一時、入選埋蔵を名乗る。しかし、同年6月にまた、円蔵の門に戻り初代の立花屋文蔵となる。1915年5月に文、文さ1917年には、園芸会社の所属になる。1920年5月に、立花屋園地。 1922年正月には合同派の連盟には文蔵に含めし1924年7月には三遊牧会では三遊帝窓か勝ると改名。翌年1925年には炎症が炎症と混合するためかまたまた文蔵に戻り牧会所属となった。さらに晩年の昭和に入り柳家樹郎の名で柳家金五郎の身内で 日本芸術協会に所属している。結局は大成せずに、演奏一門の番頭役で終わった。戻りの文奏を入れると解明は16回を数える。ありがとうございます。